今回のチャフィーズトラベルチャンネルは絶景流氷ツアーの様子をご紹介しています。後編ではサンセット流氷ツアーや砕氷船オーロラなどをご案内していきます。まず訪れたのはオシンコシンの滝、知床八景の一つ。落差は約80メートルにもなるそうです。氷点下5度、この後はサンセットの流氷を見に行きます。ドローンが飛んでいるこの辺りがサンセット流氷の鑑賞場所。オホーツク海を覆う幻想的な流氷、見渡す限りの流氷原、流氷と夕日が織りなす美しい時間、地元のネイチャーガイドさんがドローンを飛ばしながら案内してくれます。日本では北海道でしか見ることのできない特別な風景、知床斜里の湧水の氷で乾杯します。特別な体験でした。ホテルに戻って夕食をいただきます。牛しゃぶ、お刺身、カニなど今日の食事も豪華な内容でした。濃厚なうまみのカニの味噌汁、3日目の朝、快晴に恵まれています。本日は砕氷船オーロラや網走監獄などを見学予定です。本日も軽めの朝食です。3日間お世話になったホテルをチェックアウト。大人気のため割り当てられたのは朝8時の臨時便。青い空と朝日を浴びる流氷のコントラストが楽しめそうです。見えている岩は網走を象徴する帽子岩、アイヌの言葉でチパシリと呼ばれ、アパシリに転じたと言われています。カムイワタラと呼ばれた神聖な場所、網走駅から車で5分の道の駅流氷街道網走から出港します。帽子岩には
天然の岩盤をくり抜いた珍しい構造のケイソンドックが作られています。大正12年に着工した土木遺産。見えてきたのは網走港北防波堤灯台。波消しブロックの上にいるのはオジロワシでしょうか。サハリン北東部から来た流氷がオホーツク海を覆うのは神秘的です。割れた流氷がまるでダイヤモンドダストのように輝きます。船体の重みで流氷を砕いて進むオーロラ号。こちらは3階部分にある展望デッキ。全長45メートル、最大定員400名の大型船。砕氷しながら進むシーンは圧倒的な迫力。朝日に輝くオホーツク海の流氷。遠くに見えるのは知床の山々。1時間弱のクルーズを終えて帰港しています。
今日は流氷の量が多く、安全を考慮したクルーズになったようです。流氷の量や天候に大きく影響を受けるようですが、感動と迫力を体験できる素晴らしい流氷クルーズでした。オーロラ号の出航を見送りながら次の目的地に向かいます。次に向かうのは野トロ岬。岬の突端に立つ白と黒の灯台がシンボル。オホーツク海に突き出した岬も流氷に覆われています。こちらでも流氷が一面に広がります。美しい水平線、全面に広がる流氷。国内ではオホーツク海に面した北海道のみで楽しめる特別な風景。青い空と白い流氷が眩しいぐらいに綺麗でした。最後に向かうのは網走監獄。北海道開拓と監獄受刑者をテーマにした野外歴史博物館。係の方が見どころを説明してくれます。広大で肥沃な大地北海道は、北の守りを進めるための開拓が最重要事項。歴史的背景や政情により犯罪者となった人々がその重要な役割を担ったことが学べます。こちらの旧庁舎は国指定の重要文化財。斜め格子は角度によって中が見えないようになっていました。歴史が学べる監獄博物館。こちらは重要文化財の舎房および中央見張り台。中央見張り台から5つにある舎房が全て見通すことができます。
中は板張りの床。こちらは角度によって見えない格子。通路の天井は高さのあるガラス張り。1.5 坪の独居房。暖房器具としての薪ストーブは網走では特に重要でした。開拓のために道を作る作業の後の入浴は大切な時間。レンガ造りの独居房は有形文化財。精神的、倫理的、宗教的な教化指導が行われた教会堂。重要文化財に指定されています。この後はツアー最後の食事会場に向かいます。目の前に流氷が見える食事会場。石狩鍋や刺身、カニ飯などが盛り込まれた大量鍋膳。この旅は美味しい食事ばかりでした。そしてこれが本当に見納めの流氷。素晴らしい絶景と食事も楽しめたツアーでした。女満別空港から東京に戻ります。今回のチャプトラは絶景流氷ツアーをご紹介しました。日曜日と水曜日に動画を更新していきます。チャンネル登録とベルマークのクリックよろしくお願いします。